ですああ今月はかなり近欠だ今日から一日100円生活お金は使えないはずなのになぜかアマゾンで欲しくもないものをカートに入れてしまうおいおい待てよお前お金持ってないだろ今そこでお金を使ったら来月また困るぞ める声が聞こえます大丈夫大丈夫クレジットカードで払えば来月の給料が入る見込みがあるから問題なしチャンスは二度と来ないぞほらほら悪魔のささやきは聞こえます明日は絶対に遅刻できないから。 朝5時に起きなくてはならない。そういう風に寝て思,思って寝たのに。ああ、眠いよな。眠いってことは、体が睡眠を必要としている。つまり、眠れってことだよ。体の声を聞きなさいって言うだろ大丈夫大丈夫。そのまま寝ちゃいなよ。悪魔のささやきは聞こえます。 おい、ロクター。今日は絶対に遅れてはいけないんだぞ。今日間に合えば、お前の人生は、バラ色になる第一歩につ繋がるけど、もし、今日遅刻したら、その可能性もゼロになってしまう。だから、早く起きるんだ。チャンスをつかめ。俺を奮い立たせる声が聞こえます。 あなたのな頭の中も大忙しですね。ロクちゃん、あなたはどうなんですかと思われるかもしれないんですけど、俺も同じです。俺たちの頭の中は常にセルフトークでいっぱいなんですよ。そういったセルフトークをなるべく自分に プラスになるものにしていくことが大事なんですと前に話したと思います、まあ、気になる人は数日前の記事を読み返してもらいたいんですがセルフトークは非常に大切ですが今回は買い物ギャンブル投資などあなたの日常で起こりうる経済活動について話をしたいと思います 2017年10月9日が何の日か知ってますか ?10 月9日、あ分わかった。トーク、109でトークだよね。のトークの日、おしゃべりをしましょうって日でしょう。 素晴らしい想像力ですね。きっとそうだと思うんですが、ノーベル経済学賞も発表されたんですよ。今年の受賞者は、シカゴ大学のリチャード・セイラー教授でした。1945年9月12日生まれの72歳。 アメリカ合衆国ニュージャージー州イーストオレンジ出身で、ケースウェスタン大学を卒業し、ロチェスター大学で修士号、その後、博士号も取得しました。ロチェスター大学で助教授、コーネル大学で准教授、コーネル大学ジョンソン経営大学院で教授を得て、 1995年からシカゴ大学で教授をしています。彼は人々の身近で起こる経済行動に心理学を交えて分析する行動経済学の権威として知られています。行動科学の理論家として国際的な研究業績を持ちダニエル・カールマン この方は2002年にノーベル賞を受賞してるんですね。と、もに研究をですね、共同しているというふうに言うんですけど、しています。で、セーラー教授が研究している行動経済学は、実は経済学オンリーではなく、幅広い視点から経済活動を研究している点がユニークなんですよ。従来の経済学は、 人間は合理的に行動することを前提として成立していました。しかし、人間の経済行動には、心理的な要素が大きく影響していることが分かったのです。この経済学と心理学のミックスの行動経済学が、ノーベル賞を取っていることの事実を考えると、俺が学んでいる千人さんプログラムも、 ノーベル賞賞を受賞できる可能性が多い秘めてますねなぜなら仙人さんは言語能力構成力コミュニケーション能力に長けているので世界中の書物から非常に多くの知識を得て脳内に蓄積された知識を融合して理論を構築しさらにさらにここが一番すごいんですが 分かりやすい表現で身近な例を使って説明することができるんですどうしてそんなに分かりやすいのっていうと千人さんは10歳の子供が聞いても理解できるレベルの平易さで教材を作っているから実はそんな千人さんのコンテンツ作成メソッドを学べる機会があるんですよ まあこの動画の、えー、欄外かなに、えー、そうですね、リンクが貼ってあるので、よければそのリンクを押してですね、ポチッと押して、で、新しいページを開いて動画を、まず、まず動画が出てくるんで、動画をご覧いただけるといいんじゃないかと思います。で、あとは流れに従っていけば、そのまま、えー、そうですね、 セニさんのプログラムを学ぶことができるんですけど正直あのなんかこれをあなたに教えたくないなっていう気持ちもあるんですけどもうぜひ見てみてくださいはいでここだけの話今なら数千万円レベルのレベルセミナーがですね全部無料で受講でできるみたいですよですから早めに早めに してみてくださいね。